今回は、本編を上げる前に、こちらから、なんと、パーティーで、上位の、アークエンジェル、を討伐させていただくという機会に恵まれました。しかも、タルナイトでご出勤が OK。名前出しも OK という夢のような企画。実は、タルナイト育成計画が始まってから、パーティー戦は初めてなのです。実戦はどうなのか、今までの成果を見せる時がやってきました。今回挑むアークエンジェルは、ヤバいと噂のエルバーンです。ちなみに、タルナと、私と、シロさんが初見でございます。行きまーですって、ナイトかっこいいです。順調です。やはりパーティーだと、全然違いますねー。からわずか3分ほどでクリケツナイトに、これはやばい。早く復帰してもらわねば。さあ、詩人さんの奏でるスケルツォ。パーティーに緊張が走ります。
わー。あとは戦士のくるみさんに耐えてもらうしかない。ほんとすみません。傷ついた仲間がいて、たとえピンチになったとしても、こうして協力し合い戦い続けることができる。これがパーティーというやつだ。そういうわけで、タルナイト、前線復帰。敵が女神の祝福を使ってきました。やっと折り返し地点というわけです。そして、猫忍者も前線復帰。立て直し成功。ここから後半は、慎重に削り切りたいところ。神様なんということでしょう。回復の要であるシロさんが、お亡くなりに。しかし、前半がすごい状況だっただけに、プロシェルしたくなる気持ちは、よくわかります。序盤で、アロガンズインカーネイト。という敵の技で一撃死していたものの、復帰後は、なんとか生き残っております。スケルトの効果なのでしょうか。すごいですね。どうもターゲットを固定しにくい。というので調べたところ、やはり同じようなお悩みを抱えたナイトが多いようです。フォーラムによると、ヘイトの上限値が低い、だの、バトルシステムに問題があるのでは、などと議論されていました。挑発1回、ケアルが1回でタゲが固定できていたあの頃とは違うようです。ともかく敵対行動しまくるタルナイト。アビリティの欄は真っ黒です。なんとか強敵、アークエンジェル・エルバーンを退治したタルナイト。パーティーの皆さんに感謝して、これからも育成を続けていこうと思うのでした。今回のような、ノックバックのある敵には、リパルスマント、という装備が適しているそうです。こちらのマント、なんと、アブリン戦績で交換できるという、手軽さ。早速交換してきましたとさ。では、番外編アットパーティー。いろいろありましたが無事公約です。しかし、突貫工事で作られた企画もののナイトだなんて、こんな親切な空気の中、とても言えないタルナイトなのでした。もっと見たい。というそこのあなた、チャンネル登録をおすすめしますよ。
新着動画も簡単にチェックできちゃうんだ。まあ、今更なんだけど、これからもよろしくお願いします。